軍隊司令長官豊田大将は、消耗作戦の水陸軍の上陸部隊はレイテ湾の諸島所に上陸を開始した。そのわずか数分後に小1号作戦の命令が出された。すなわち栗豊城の率いる調度級戦艦大和を含む戦艦5隻を主力とする第2艦隊をはじめ、第3第5艦隊のほか第1第2機動艦隊等がシンガポールミンダナオ日本内地島より戦列に参加。ハルゼー大将旗下のアメリカ第3艦隊を撃滅すべくレイテ島沖に集結。これを各水域に擁撃するアメリカ艦隊との間に太平洋戦開始以来最大の海戦を展開したのである。優勢な日本艦隊の作戦機と挫折せしめたものは、またしてもアメリカ航空母艦群から発進した無数の艦載機であった。戦艦3空母4従順6その他を喪失。全艦隊は満身に総意を被って敗走し、日本海軍は事実上戦局の主導性を失い、日本の敗北はもはや必至であった。